こんにちは、速稼塾の久保です。ちょっとね、吉谷さんの K っていう動画を見ていて思い出したことがあります。それはですね、美味しいチャーハンの作り方なんですよ。で、チャーハンの作り方、まあ材料揃えて鍋に入れればできるだろうみたいな感じで作っていたわけなんですけども、もちろんね、それでもできたわけですけども、美味しいパラパラっとしたね、口当たりの良いチャーハンを作るためにはどうすればいいかなっていうことを考えながら食べたり気にしていたりすると、いくつかのヒントがあったわけですよね。で、そのヒントをもとに自分なりのチャーハンの作り方を今は変更してるんですよ。じゃあ具体的にどういうふうに作るようにしてるかっていうと、まずはね、フライパンに油を軽く引くんですよ。これは変わらないと思います。一番最初にその次に入れるのはお肉だったり野菜だったり、そういった炒め物ですね。炒め物をポーンと入れて、それが炒まった後に卵を入れて、卵をね、いり卵にする。いり卵と野菜とかお肉が熱しられた後にご飯を投入するんですけども、そのご飯っていうのは冷凍を一旦したご飯なんですよね。冷凍一旦したご飯を自然解凍して2時間ほどシンクの上に置いといて、で、程よく硬いんだけども溶けた状態のその下ごしらえをしたフライパンの上の卵とか野菜とかお肉の上に入れて、こうやって混ぜていくんですよね。で、混ぜた後で塩コショウとか、場合によってはチャーハンの素を振りかけて味を作って、で、その後にもう一個卵を入れるんですよね。まあそうすると私なりに一番いいチャーハンが出来上がるかなってところなんですよ。で、ここで味噌はね、まず一番最初に油を引いた後に野菜などの具材を炒めた後で卵を1個入れて、それをパラパラの原料にするってこと。もう一つはお米は炊きたてよりも一旦冷凍したやつの方がチャーハンには適してるかなってところなんですよね。で、これ何が言いたいかというと、商品を売るための手順とよく似ていて、いきなりこれが39,800円です、ボーン、この価格に対して機能はこうですっていうふうにやるのか、それともね、視聴者さんのニーズを満たすような、まずフリーコンテンツを作っておいて、その動画を見る人、そしてパート2を見る人、パート3を見る人っていう感じで、ずっとね、そのシリーズについてきてくれてる人に対して、あ、なるほど、この動画のシリーズを見るってことは、その延長線上にある、こんな悩みがあって、そしてこんな商品だったら買いたいと思うんだろうなっていうふうな、そんな道筋を立てて最後にセールスをしていくと、もう価格を提示する前に申し込みがあるって状態ができるんではなかろうかと思ってるんですよ。つまり美味しいチャーハンの作り方なんですよね。ですんでね、ビジネスってなんで売れないかっていうと、売り方がまずい、集客が良くない、商品が良くない、この3つがやっぱりこう複雑に絡み合ってできてるんじゃないかなと思うんですよ。つまりは商品がいい、集客ができている、販売が適正だ、この3つが整った時って、つまりは美味しいチャーハンができる材料が揃ったということでね、商品が売れていくってことなんじゃないかなと思うんですよ。まあつまりは全体を丸く収めるね、大団円で丸く収めるために、まあタイトルは TKO の O にしましょうか。タイトルは O なんですけどね、丸く収めるためにはやっぱりそれなりのね、手順が必要で、その手順、型を覚えること、つまりはビジネスを学ぶこと、投資を学ぶことっていうのが必須だってことだと思います。オリジナルの手法でやってそれで売れるんだったら苦労ないじゃないですか。そういう人は悩んでないわけですから、今この動画見てないわけなんですよ。いってらっしゃい。